キャスタミアの雨。キャスタミアの雨は HBO。日本ではスターチャンネルが放送のファンタジードラマシリーズであるゲームオブスローンズの第3章。戦乱の嵐前編マイナスの第9話である。プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと DB ・ワイスによって原作ケンア嵐の大地に基づいて脚本が書かれデビッド・ナッターが監督した。タイトルは 7王国で人気の歌なの名であり、死の内容は、かつて、ラニスター家の有力な、旗手であったキャストミアのレイン家が反逆した時に、タイウィンが冷国に鎮圧したことを歌い、タイウィンの恐ろしさを警告するものである。レイン家と、雨、レインがかけられている。本エピソードは、禁られた婚儀として、原作の中でも最も記憶に残る出来事である。 エドミはタリーとロズリン・フレイのコンギを中心に描く。ルース・ボルトンとオルダー・フレイが裏切り、ロブ、キャトリン、そして、スターク家とタリー家の兵を斬殺する。エドミは、ブリンデンは生き残る。ハウンドとアリアはこれを目撃して逃げる。ジョン・スノーは、イグリットらの一行から逃げ出す。ブランは離婚と別れる。デナーリスは、ユンカイを制圧する。本エピソードによって、 デイビッド・ベニオフと D.B. ワイスは2013年、プライムタイムエミー賞脚本賞ドラマ部門にノミネートされた。壁の北で、サムウェル・ターリー、ジョン・ブラッドリーとジリ、ハンナ・マリーは、南に旅を続ける。サムは、壁沿いの無人の城である、夜の鳥での、出入り口を使って、壁を越えるつもだという。壁の南で、ブラン、アイザック・ヘンプステッドイコール・ライトの一行は、 放棄された粉引き場で休む。ジョン・スノー、キッド・ハリントンと野人の一行は、馬会の老人の家を襲い、馬と金を奪うが、馬会は逃げる。粉引き場で、ブランとジョジェン、リード、トーマス・サングスターが壁を越える方法を話し合っているとき、ミイラ、リード、エリー・ケンドリックは、馬会が通りかかるのに気づく。馬会が野人たちに囚われた後、 ホーダーが雷に怯えて叫び始め、野人たちに見つかりそうになる。ブランは、狼潜り、ウォーグの能力を使って、ホーダーの心に入り意識を失わせる。粉引き場の外で、ドアマンドは、馬飼いを殺そうとするが、忠誠心を試すために、ジョンに殺させようと、折れる、マッケンジー・クルックが提案する。ジョンは、無実の人間を殺すことができず、イグリと、ローズレスリーが代わりに、 やで殺す。ジョンの本心を知り、トアマンドはジョンを殺す、よう命令する。イグリットがジョンを守ろうとするが、ジョンは、イグリットを押しのける。ジョンが、オレルと戦うま、トアマンドが、イグリットを押さえ込む。ブランは、自分のダイアウルフのサマーの心に入って、ジョンを助ける。サマーと、ゴーストが、他の、野人たちを襲うま、ジョンは、オレルを殺し、馬を盗み。 イグリットを置き去りにして逃げて、壁に向かう。夜、ブランは、おっしゃ、ナタリアテナに、離婚を連れて、スターク家の果シしアンバー家の本拠である、最後のロバタ城、ラストハースに行く、歌のみ、自分たちは、三つ目のカラスを探しに、壁の向こう側に行くという。一行はすぐに出発する。誘拐攻撃を話す会議で、ダーリオナ・ハーリス、エド・スクレインは、デナーリス、 エミリア・クラークに死の裏門のことを話し、そこから忍び込んで表門を開ければ、軍を入れることができると。ジョラー・モモンとイアングレンはダーリオの計画を疑うが、デナーリスはグレーワームの意見を聞き採用する。夜になり、ダーリオ、ジョラーそしてグレーワームは裏門に着く。ダーリオは先に進み、死に仕える、自死の司令官のふりをする。すぐに死に入ることを許され、 ジョラーとグレーワームについてくるよう合図をする。だが三人は、ユンカイの奴隷兵士に待ち伏せされ、大勢に無勢となる。三人は、デナーリスの元に戻り、奴隷たちを呼応させて、死を占拠したという。キャンプで、キャトリン、ミシェル・フェアリーは、北の王である、ムスコログ、リチャード・マッテンと、ボルダー・フレートの同盟や、ラニス・ター家の本拠である、キャスタリー・ロック攻撃にいて話す。 まもなく、スターク軍は、フレーケの本拠、双子城につき、他の領主の家の屋根の下での安全を保障する客の、権利の象徴であるパンと塩を与えられる。ロブは嫌味なウォルダー・フレーコーとその娘たちに謝罪する。ウォルダーは、謝罪を受け入れるが、ロブが婚約を破った理由であるとりさ、ウーナ・チャップリンを近くでよく見たいという。アリア、メイジー・ウィリアムズは今だハウンド・サンダー・クレゲイン。 ドリーマッキャンに捕らえられ、母と兄に会うために、双子城に向かっている。ハウンドは、双子城に運ぶ食料を積んだ荷車を引く商人を、殴り倒して、荷車を盗み、さらに殺そうとするが、アリアが止める。夜、ウォルダーは、娘のロズリンを、花婿のエドミュア、タリー、トビアスメンジーズのもとにエスコートし、エドミュアは、花嫁の美しさに喜ぶ。 まもなく二人は結婚し、祝宴が始まる。縁の半ばで、ウォルダーは、床入りの儀式を始めさせ、新郎新婦は部屋に運ばれる。二人が去った後、ローサー・フレイが縁会場の扉を閉め、フレイ家の学士は、ラニスター家の警告の歌である、キャスタミアの雨を演奏し始めて、キャトリンは、疑念を持つ。荷車で食料を運んできたふりをして、ハウンドとアリアは、双子城に着く。 門から入ることを禁じられるが、アリアは姿を消す。キャトリンは、ルース・ボルトン、マイケル・マケル・ハットンが、街灯の下に鎖片らを着込んでいるのに気づき、裏切りへの疑念は、確信に変わる。ウォルダーがイズを出して、フレーケの者に、スターク家を襲わせ、キャトリンは、ロブに警告しようとする。だがロブが行動を起こす前に、ローサーが身ごもった、タリサの腹を何度も刺して殺す。 剣を抜こうとしたとき、ロブは石弓に抜かれる。アリアは門の中に忍び込み、フレーケの者が、スターク家の兵士とロブのダイアウルフのグレーウィンドを殺すのを見る。アリアはハウンドに殴られて気絶させられ、城の外に運び出されて救われる。キャトリンは石弓に抜かれて傷つきながらも、ウォルダーの若妻を捕らえて、人質とし、ロブの除名を訴える。ウォルダーは拒否し、 ルース・ボルトンは、ロブの心臓を突き刺し、ハレンの王妃でジェイミーから受け取った、ラニスター家の挨拶をもたらす、助犬士とクマ。キャトリンは泣き叫び、復讐のためにオルダーの妻を殺すが、オルダーの息子ブラック・オルダー・リバーズに喉をかき切られる。原作第3部、剣嵐の第一の、第41から43。 50から53章に基づいて、プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと d b ワイスが、脚本を書いた。本エピソードは、シリーズで最も重要な転換点の一つである、禁られたコンギと呼ばれる、スターク家が裏切られ、殺される出来事を描く。ベニオフとワイスが原作を読んでいるとき、この悲劇は二人に深い衝撃を与え、テレビシリーズ化の権利を得ることを決めたという。 ジョージ・ R ・ R ・マーティンは物語の構想を練っている初期に禁られたコンディの着想を得て三部作の第一部のクライマックスに据えようと考えた。実際には七部作の第三部のクライマックスになった。マーティンはスコットランドの歴史上の出来事から着想を得た。その一つはスコットランドの王・ジェームズ二世が強力なダグラス氏族をエディンバラに招いたブラックディナー。 そして知られる出来事である。死の象徴である黒いオウの頭が、生産の最後に出され、太鼓が一つだけ鳴らされ続ける中、ダグラス氏族は虐殺された。原作者が着想を得た、もう一つの出来事は、マクドナルド氏族が客として招いたキャンベル氏族に三十八人を、殺された、クレンコーの虐殺である。マーティンは、禁られた婚儀が最も書きづらかったシーンだという。 マーティンは小説を登場人物の視点から書き、絆を作り上げるために常に登場人物の中に入り込もうとする。虐殺で殺されるマイナーな人物にまで共感した。あまりにも書きづらかったため、この章を飛ばして他の章が完成した後で自らを強いてこの章を書かせたという。2012年のコミックコンでマーティンは放送時にはテレビのない国に行くと冗談を飛ばした。 マーティンはまた、この物語は、子が、父の死の復讐をする物語であるという間違った、期待を読者に抱かせないように、ロブを殺したという。原作では死なないジェイン・ウェスタリングに対応するタリサを、殺したのは、ロブの子が、父親の死の復讐をできないようにするためである。バンド、コールドプレイのドラマー兼バックボーカリストの、ウィル・チャンピオンが、本人の学師として、 カメを出演している。初回放送は522万人が視聴し、18から49歳の、そうでは2.8%の視聴率を得た。同夜の再放送は108万人が視聴したので、合計は630万人の視聴者となった。本エピソードは2013年プライムタイムエミー賞、脚本賞ドラマ部門、及び編集賞、ドラマシリーズ部門にノミネートされた。 また2014年9号賞映像部門の短編部門にノミネートされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。